申し込む。ピョンチャン五輪メダリスト候補サイナ選手が愛犬と登場。3月28日水曜日19時から放送されるとことん掘り下げたい生き物に産休 TBSK にスピードスケート女子の候補サイナ選手米印高ははしご高が愛犬と共に VTR 特別出演することが分かった。サイナ選手はピョンチャンオリンピックから正式採用された1周約400メートルのコースを16周し、4周ごとの通過順位とゴール順位に応じた獲得ポイントを競う個人競技マススタートで初代女王に輝いた。さらに菊池彩花選手、佐藤綾乃選手、妹の高木美帆選手と出場した女子団体を追い抜き、パシュートでは強豪オランダチームを制し、金メダルを獲得。妹の美帆選手と合わせると、姉妹で合計5つのメダルを日本に持ち帰るという快挙を成し遂げ、大きな功績を残した。そんな日本のスピードスケート界を背負って立つ7選手にはアスリート生活を支える愛犬パピヨンの犬がいた。番組では迷子になっていた犬との運命的な出会いや過酷なトレーニングに励む日々を支える犬とのひとときを公開。ピカミの凛とした一面とはまた違ったサイナ選手のリラックスした素顔を見ることができる。